時をかける少女から3年、また夏がやってくる。僕の名前は小磯健二。ひょんなことから先輩と一緒に長野の田舎へ旅行することに。そこで僕を待っていたのは私の彼。え、健二さん。はい、ちゃんと幸せに。90歳のおばあちゃんと個性あふれるご親戚の皆さん、そして世界を揺るがす大事件だった。よろしく頼むよ。僕は心と心重ねて光の雫で満たしておばあちゃん、夏希先輩、そしてご親戚の皆さん、あの夏僕は弱虫だった自分をほんの少しだけ好きになれました。皆さんと一緒に戦えたから。サマーウォーズ、これは僕に起こったとんでもない夏休み。ねえ、バイトしない？え？募集人員1名なの。小磯健二くん。あ、初めまして。私の彼。え、ちゃんと幸せにする自信はあるかい？あ、はあ、まあフィアンセだと許さねえぞ。なつけ無理。いいかな。僕が出会ったのは、ところで向こうとも二世の方は？え、ご先祖様はわずか2000の兵力で立ち上がった第一次無名合戦。個性あふれる大家族の皆さん、そして、世界崩壊の危機だった。あの写真は間違いなくお前さんなの？僕は無実です。諦めないことが肝心だよ。あんたならできるや。信じてくれる人がいました。守りたい人がいました。何を始めようっての？合戦だよ。ちゃんとしろ。俺たちがついてる。君にしか解けないんだろ、これは。だから、このちっぽけだった。頑張れ。はい。僕の背中に。よろしくお願いします。人類の未来をかけました。